はいどうも、イギリスのジョンソンさんが首相を辞任する意向だそうですよね。ちょっとこのね、ニュースが世界を貫いたわけですけども、FX の相場的にはあんまり影響がなかったかなっていうところですよね。まあけど、これからどうするのかってことは、まあこれからの、まさにこれからの話になりますんで、なんとも言えませんけども、まあいろんなね、理由が考えられる中の一つに、外交は上手だと。 つまりは、外向きにはすごくいい顔をするけども、国内的にはね、ちょっとユーモアともギャグとも嘘とも言えないような奇弁が結構多かったらしいですよね。まあそう考えていくと、我らが首相、岸田総理は、もう検討するだけでね、 何も言いない、何も言わない、何もしないっていうことで、とりあえずマイナス点はなかったのかなと思います。まあ、結構政治家さんってね、こうやります、ああやりますって言って、それが実現しなかったら、もしくは実現とは程遠いものになってしまうと、マイナス点はつくんですけども、言ったことをやったからといって、プラス点につくかっていうと、いや、言ったことをやるのは当たり前ですよっていうね、冷ややかな評価になったりするわけですよ。さあ、それでね、あの、ジョンソン首相に関しましては、当然ですけども今、 ウクライナ、ロシアの問題があの真っ只中になっているときにさすがにねイギリスの首相が変わってしまうっていうのは結構なダメージでもしかしたらねあの G7 であの URO 線を取りましょうみたいなことを言い始めるようなねそんな首相が浮き出てくる可能性もあるんですよねもちろんこれイギリス国内でのね物価高騰とかエネルギー価格の高騰っていうのは非常にね国民に対して 日本以上は想像もできないぐらいきついんですよ。でもそれに対して、まあ、何が起きたかは分かりませんけども、まあ、ジョンソン首相がね国民に対してもうすぐ楽になるよとかね補助金出せよみたいなことをちらつかせながら引っ張っていたのかもしれないですよねちょっとその辺私まだねリサーチしないんで分かりませんけども、まあ、ただね閣僚もどんどん信頼を失ってやめていく中でさすがにね 身内が自分の直属の部下がいろいろとね、自分の元を離れていくところで、非常に不安で、胃の痛い毎日じゃないかなと思うんですよ。まあ、私は個人的にヘアスタイルが乱れてるのがね、あの、今回、辞任の原因の一つなんじゃないかなと思いますんで、やっぱりね、人前に立ってね、演説するわけですから、床屋には行きましょうよという話をして今日は終わりたいと思います。